はい、いやー、悩むな、これは当日どっちやるか、はい、これもう音出てるんですかね、大丈夫か、音出てますかね、あ、出てるかな、会社の方で出ましたね、はい、はい、で、これとこれがさっき言ってたルリード、ルリードの、で、これはあのカセドラルの友情説の整合騎士、はい、今日はどちらを、ウルリード村の方、村です、村、お、これ何気に、そうですね、初めてじゃないですかね、そうですね、はい、あの、いや、まあ、いろいろ、体験会先行でやられた方が何人か、いらっしゃるんですけど、はい、まあ、ぶっちゃけそこからも、もう操作変わってます、変わってます、変わってる、はい、なるほど、変わってます、変わってる、申し訳ない、ソードスキルもいっぱいありますね、うん、僕も操作変わっててびっくりしました正直、はい、あ、4日前くらい上がってきて、あ、これ、はい、操作変わってねっつって平屋さんと、そうです、変わってるって言われて、ボタンも変わってるし、ガードの配置も変わってる、ふざけんなよみたいな始まりましたね、始まりましたね、はい、これ面白いな、ね、その辺プロデューサーに相談ねえんだっつうのは、まあ操作ぐらいなんで、まあいいかなって思ってますね、はい、こんな感じですね、綺麗綺麗、綺麗ですね、はい、おー、すげえ高い山、はい、背景がこれあの一応あのアニメのウガチスが奥にいるところですね、はいはい、あそこ教会ですかね、教会ですね、あ、勢力がいるか探す、まあいいや、とりあえず、あ、探さない、探さない、探さない、まあ、これルーリと中心場ですかね、そうですね、こんな感じで綺麗、あ、上の方にカウントというか時間、残り時間出てますね、木あ、ごめんなさい、ね、このもっと見られる貴重な時間を、で、こういう感じで街で、あ、あ、あ、村長、あ、村長いる、ちょっとなんか気まずい、あ、村長じゃないか、はい、ちょっとやめましょう、ちょっとアリスのどういう反応するかわかんないんで、はいはいはい、で、一応のこういう形で、はい、まあ、町の今あのなんか話したりとか、はい、そういうところは切ってるんですね、はい、まあ、10分しか遊べないんですけど、まあ、あの製品版では製品版では、はいはい、ちゃんといろいろ買い物できたりとかですね、いろいろできるようになってます、はい、なんで、まあ、とりあえず全部でいろいろいけるんで遊んでみてください、はい、10分しかないですけどじゃあ僕はポイントを押せればいいですね、そうですね、そうですね、10分でどこ遊ぶか悩むの、でもなんかアクティベートできそうな人が、話さない話さない、当日楽しんでください、だって、はい、これアリスは操作できるの、やべ、落ちたダイナミックダイナミック動きがダイナミック、いや、ちょっと僕がやっぱ見せたいポイントとしてはですね、やっぱほら見てください、この農家の人々を見てほしいんですよ、お、農作業してらっしゃる、見てください、これ畑も綺麗、はい、見てください、これ森屋田さん、まあ、それだけです、そんなフィーチャーするとそれだけそれだけでございます、はい、じゃあ行きましょうね、はい、で、あのアリス、はい、あのリアルタイムで変更可能なんで、そうそう、変わった、そうそう、変わった、これアリスですね、うん、かわいいですよ、かわいい、質感もいいな、うん、ですね、アリスアップで、で、こんな感じで、リアルタイムでボコボコ変えられるんで、はい、当日は、まあ、気軽に遊んでみてください。はい。で、ですね、まあ、いろいろ、行けるところは結構広いんで、この、ルリト村のマップ自体は、ね、うん、はい、まあ、いろいろ散策を10分で、ちょっとあんまりできないかもしれないですけど、はいはいはい、あの、行っていただければなと。おー、なんか出てきた。虫です。虫。はい、虫。虫って書いてある、確かに。はい、虫です。虫。これも虫って書いてある。虫です。虫多いな。虫多い。はい。右下、あ、時間が進むのが早いのは潮です、はい、要は24時間皆さんこれやってたら、ああ、なるほどなるほど、全然ね、進まなくなっちゃうから全然物語が進まないからね、で、まあ、いろいろ探索すると、はい、あの、まあ、いろんなものが見えるんで、まあ、ぜひ、うん、登れない、あ、鳥お、鳥殴れます、意外といるな、殴れます、殴れます、当たらなかった、僕がミスりました、殴れ当たってない僕が下手すぎる、当たった、はい、当たった、はい、まあ、こういう形で、まあ、モンスターというちょっと概念っていうのは今後またなんでここにいるのかっていうのを説明していくんですけれども、あの、こういう形でバトルっていう取りに行くです、取りに行くゲット、まあ、フィールドにいっぱいいるってことですね、そうですね、で、まあ、リアルタイムでキリト君に切り替えることも可能です、はいはいはい、協力して戦ってもくれると、はい、ね、取りに行く、でけえ鳥だ、お、強そうな鳥がいる、え、こいつ、はい、こいつ、ちょっと強いです、はい、いけ確かにちょっと強いよ、お、ソードスキル、ボーパルストライク、はい、よいしょ、はい、ソードスキルのモーションもかっこいいですね、うん、そうですね、今回はまあ前みたいにあの、うん、まあ、いろいろその爆をつなげてっていうのもあるんですけれども、うんうんうん、あのどちらかというとこういうそのどうやってどういう形でみんなと連携攻撃をしていくのかみたいなところが、はい、なんかの派生みたいなのもありましたね、そうですね、うん、あの、まあ、あの技によってあの派生するソードスキルとかもあるんで、はいはいはい、楽しんでもらえればと
はい、であの新生術とかも一応発表はしてないですけど、こんな感じで、ゲームで使うことができます。はい、で属性があって、はい、実はこの通常攻撃とスキルと、はい、あの新生術を組み合わせることで、まあ、いろんなバトルに発展をしていくので、ぜひその辺も組み合わせて楽しい遊びをしていただければなと思っております。はい、で、残り時間5分ぐらいになってきたん で、 そうですね、はい、じゃあちょっとズルしていいですか。ズルするんですか。ああ、ありがたい。なるほどね、これはありがたい。ファストトラベルがファストなんとかね、ファストなんとか、ほら、すぐ移動した早い。はい、すぐ移動。あ、ちなみにこれ、本番のロムなんで、はい、あのオプションボタンを押してもらえればいつでも、はい、どこでもジャンプできるような仕様になっておりますので、まあ、ぜひこのマップを楽しんでいただければと思っております。はい、でここにですね、何あれ、あれですよ、なんか、出てますね、うん、あれいるんですよ。お、出てきた、なんか出てきた、クモです。クモ倒します。でけえ、倒します。こいつは強そう、はい、硬い、勝った。でこのゲームはですね、キリト君に指示ができるんですけど、はい、キリト君にこういうスキルを使ってくれって言うとスキル使ってくれます。でアリスが使うと連携が発生します、はい、でこれを、うまく途切れないようにやっていくと、ゲームとしてはどんどん連携が重なっていくと、はい、で新生術の使い方、うんうん、実はですね、新生術は、まあ、これは火のエレメントなんですけど、はい、なんだっけな、キャンセルができます。キャンセルができる、うん、はい、例えばこうやって攻撃して、はい、よいしょ、でこうやって硬直ができるんですけど、はい、これでキャンセルができます。ああ、なるほど。なんで敵の攻撃を回避することもできます。はい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 、はい、なるほどね、はい、なんでこういう時にキリト君がスキル使っていただいてる時にこう、あれですか、攻撃するとかで、それでキリト君に違う行動させるとか、うん、でその間にこう新生術を貯めて、コンボをつないでやるとかですね、はい、まあ、いろんなちょっと考える要素があるんですけど、結構具体的な指示とかもできるんですね、はい、仲間に。ですね、具体的な指示はめっちゃできるんですけど、うんうん、結構伏せてますなるほど、はい、これですね。あ、すごい。でこれがどんどん増えてきますけど、今は特に増やさないようにしてます。あ、そういうことですね、はい、楽しみ。ゲーム的には、要は今キード君 AI こういう形でいるんですけど、はい、実は、自分のが、してほしい行動っていうのをどんどん、はい、覚えさせることができるんで、要は、具体的に例えばアルツにこうやって指示を出すんですけど、はい、指示しなくてもやってくれるようになります。はい、なんでそのあたりはどんどん、あ、まあ、ゲーム、あ、体験版ではできないんですけど、はいはいはい、まあ、そういうところを楽しめると思っています。暗くなった。そして、雲がね、硬い。硬いですね、はい、事件が発生しますね、はい、あ、ちなみにちゃんとコンボつなげば勝てます、はい、ですね。暗くなったのは時間経過したからですね。そうですね、時間経過でしょ。まあ見てください、僕のキリトの HP が減ってますよ、はい、やばい。あ、でもあかん、あれ今回はゼロになってない。ゼロになっても大丈夫なんです。優しい設計で、バトルスキルっていうのもちゃんとあって、はい、こういう形でスキル、ほうほうほう、下のスキルポイント回復したり HP 回復したりみたいなところも、はいはいはい、ちゃんとありますよ、はい、まあどうカスタマイズするのかまだまだこれからご説明してないんですけど、うん、はい、待て、でも楽しいな。でこれでアリスが攻撃すると、あんな感じで繋げられるんだ、はい、そうですね、はい、なんでどんどん攻撃して、はい、よいしょ、でこれで、アリスに攻撃差しの、キリと攻撃差しの、こう申請するコンボを入れて、はい、連携組みたいな遊びができると。で空中でもできる、だいぶ減るの、はい、空中でもできるんで、うん、こういう空中のキリト君はできなかった、はい、お今だ、ちょっと言ってる、ちょっとクモ、これでピュッとダメージが増えるんで、はい、どんどん要は、なんか許容範囲を超えると、ああいう形で、はい、要は相手がピュッと感じになります、うん、はいはい、でそうするとどんどんダメージがどんどん入りやすくなるので、うん、その辺も、まあ、チャレンジしていってこう喋りながらねやるの大変なんですよ、これ。そうですよね、このゲーム、はい、確かに、はい、で、うん、今は、スキルに関してはこの、形なんですけど、どんどんカスタマイズして、はい、一応僕らが目指しているのはこの新生術 と、スキル、あとバトルスキルも含めて、あと、あれですね、パートナーの連携ですね、うん、連携も含めて、要はどういうコンボを、はい、とか組み合わせを自分たちで作っていけるのか、はい、
っていうのを目指してます。うん、なんで、今ってこの新数術って2つしか、はい、体験版っていうか試版ではできないんですけど、あの本チャンではもっともっと、はい、あのまあ、見ての通り使えるようになるので、そういうところで、要は、属性攻撃も含めて、はい、楽しんでいただければなと。あと45秒、うんうん、はい、でこれアリスク、アリスクいっちゃったよ。アリスクだい今の視点かっこいい。アリスクアリスくんって言っちゃった。アリスくん、アリスくん、アリスくん、アリスくん。これはアリスくんが可愛いカットね。おーおー、いいですね。ですね。いいですね。はい、まあ正直あのコンボつなげだって全然弱いんだけど、可愛かったから見せたかっただけです。なるほどね。ただ見せたかっただけでございます。はい。で、まあさっき結構遊んじゃったんで僕。はい。はい。はい。空中で、新生術とかも出せるんで、うん、なんかそういうところのコンボをなんか探してもらえれば、あの皆さん楽しく。でこれをなんかシール持ってる時に、いや、怖い、やばい、やばい、あとモーバーもうちょっとやっちゃう。でも大丈夫、そして終わった。